皆さんこんにちは、トリーヌチャンネルです。今日はコンバトラー V とボルセス5です。フィリピンの皆さんにはね、あのボルテス5もちろん見ていただきたいと思ってます。日本ではボルテスの前番組だったコンバトラー V もあったっていうことも知っておいていただきたいなと思ってます。それではレッツコンバイン。
なんとか合体はできましたけど、結構大きいんでね、立たせてるのがようやくですね、ちょっとグラグラっとしてしまいます。合体の方もね、いつかはちゃんとコマ撮りやって、特撮みたいにね、再現したいなとは考えております。やっぱガシガシ遊ぶんやったら 2,30 センチぐらいまでですかね。こう40センチぐらいになると撮影側にちょっとこういう風にクラクラきて危ないです。模型の展示会にもね、出していったことあるんですけど、やっぱりね、ちょっとグラグラするんで支えがないとちょっと怖いですね。はい、次は V Together Let's Bolt In。 はい、完成しました。
コンバトラーよりはグラグラ感はマシなんですけどね。やっぱりあのメガサイズのガンダムの関節、足から腰にかけて使った分、割とねあの安定感はまだマシです。これまだ生の展示会ではね出したことないんで、コンバトラーと一緒にね並べて出したいなとは思ってます。一応ねネット上ではホビコムさんとかに投稿したり、模型雑誌のホビージャパンさんの方にもね、ロボットコンテストを2回目の時出したんですけどね。ホビージャパンさんのはねやっぱ難しいですね。みんな力作ばっかりなんで、なかなか一日すら通過しないんで難しいなと思ってます。ホビージャパンのコンテストもね今度いつあるんでしょうね。ガンダムの方はあるみたいなんですけどね、あれ、ゲームと美少女系のと、このロボット系のが3つあったんですけど、最近なんかやってる気配ないですね。またホビージャパンさんの方でねそういったロボットのコンテストをしてくださるなら、また懐かし系のロボットで行こうかなとは思ってます。腰のベルト抜いてね、はい、こういう風にあの武器ストリンガーですかね、超電磁ストリンガーも作ってみました。超電磁ストリンガーには漏れなく、はい、超電磁ゴマも作っております。これねお腹から確か出るんですよね、まあ、そういったわけでね実はねお腹も開くんですよ。さすがにね合体変形のスペース上コマを仕込んどくスペースっていうのは足らないんですけど、はい、なんとなく気分で開閉はできるよっていうことで。そしてボルテスの必殺技といえば天空拳ですよね。はい、胸からパカッと取れて、さすがにね超合金みたいにはできないんですけど、差し込みで天空拳の再現ができます。手のひらの中とね武器に磁石を仕込んでるので、一応落とさないような感じでこういう風に持たせることも可能です。ここから作業中の画像に入っていきます。これコンバトラーですね。はい、あの合体するとね改造しないとこんなもんなんですけど、まあ今見ると愛らしいですね。はい、あの足は伸ばしていきました。なんとなく改造している途中のですね、だいぶ形になってきたコンバトラーです。アップで写してみたところになります。はい、次はボルテス5なんですけど、足首のところとかねガンダムのメガサイズあの関節入れてます。顔もガンダム持ってきてます。まあ、背中はねまだやってる途中なんですけどね、もうほぼプラパン多いですね。天空拳持たしたところですね。はい、背面さっきよりはちょっと進んだ時の写真になります。はい、これ武器類を作ってるところです。武器作るのもね結構楽しかったですね。それでは2機並べて夢の共演になります。どちらもね40センチ近いんで、もう撮影ブースはもうパンパンなんで、撮影ブースもねまた今度やるとき、コマ撮りしていくときっていうのは考えないといけないですね。見てくださいこの勇姿、やっぱりいいですね。スーパーロボットでね一番何が好きって聞かれたらね、あの昔からコンバトラー V が一番なんですけどね。その次はザンボット3ぐらいですかね。ボルテスはね小学校2年の本放送の時はさほどでもなかったんですけどね、今になるとなんかかなり好きな方の部類のロボットになります。コンバトラーはね歌も良かったですよね。オープニングエンディングどちらも水木一郎さん。ボルテスの方はエンディングは水木一郎さんなんですけど、オープニングは堀江光子さんが、ボルテスの方はね
エンディングもオープニングもどちらの歌もフィルビーの方はちゃんと歌えるらしいですよ。2体並ぶとね、やっぱりこの作品っていうのは長浜監督の3部作って言われるやつなんで、もう一つトレーラー作ってほしいなっていう声も聞くんですけど、まあ、それはねまたいつかね、まあ、考えてはいるんですけどね、あれ背中の変形が大変です。このね合体5体合体ロボのこの姿見てるとね、後のあの戦隊の合体ロボにね通ずるところあるんじゃないかなと思いますね。それではご視聴ありがとうございました。次回作にご期待ください。